はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。現在の状況なんですけども、イベントクエストは残り1つ、そしてメアリーに勝った回数は25回まで来ました。さあ、元気ドリンクね、交換しておきます。これで5本ですね。僕はですね、ガチャからまだセラちゃんが出せていません。なのでセラちゃんなしでですね、赤井さんね、やっていきます。レベル7、やばいね。そして赤井さんなんですけども、封印の方が今こんな感じですね。なので今日は1,3,4 を封印して、まあそれでちょっとね、赤井さんどんな感じか見ていきたいなと思います。さあ、まずパワーの封印1なんですけども、アラジンを使って少年サンデーコラボのステージ8をクリアしよう。アラジンはですね、こちら単体攻撃、なかなかいいキャラじゃないですか。そして傷ついたアリババ一緒にね使っていきます。全消しプラスサボり、そしてモルジアナ横一直線に妖怪プニを消す、シンドパー単体攻撃、そして三橋隆デンジャラスキック。さあ、こんなパーティーでね行きます。さあ、行きました。まあこれはね、そんなにね難易度高くないかなと思います。さて、ご褒美いただきます。タイム無駄のお札。そして次、アラジンを使って超少年サンデーコラボのステージ22で30コンボ以上を達成しよう。さあ、ステージ22、おっと犯人出てきました。ちょっとね、これは捕まえちゃおうかなと思います。もうすでにね、何人か犯人は捕まえてますけども、まあ、まだね、技レベルそんなに高くないので、やっぱりこのイベントの間に上げておきたい。犯人いい感じだよね、キャラ的にはね。名探偵コナンに出てくるあれですよ、犯人。なぜかシルエット。そして30コンボなんで、まああまりねでかいプニを作らずに、まあ小さめのね、小さめのデカプニをね、まあ素早く作って、まあ一定間隔でね作って30コンボ達成しようかなと思います。もしくは大量プニ消しのね、必殺技でもねいけるんじゃないかと思います。さあ、ワンフィーバーでいきましょう。さあ、もうね30コンボいきました。さあ、ワンフィーバーでいけるかな。必殺技ぶっ放していきましょうか。さあ、まだね三橋隆が溜まっていない。いけるか、いきましたね。さあ、犯人、おう、逃げられた。さあ、132Y マネー。さあ、報酬いただきます。ワクワクコイン。さあ、次はアラジンを使って極少年さんでコラボのステージ32をコンティニューしないでクリアしよう。5つ星コイン、こちらやっていきます。ワンフィーバーでいきます。さあ、アラジンいいよね。そしてアリババ。さあ、これでいったか。三橋隆デンジャラスキック、むっちゃ弱そうなんだけど意外と強い。さあ、モルジアナ。さあ、いったか。さあ、あと一発。さあ、いけるか。たまってません。アラジンがいけるか。さあ、単体攻撃いきましたね。フィニッシュ。さあ、クリアしました。さあ、これで 155Y マネー。 Y マネーもね全然ありません。さあ、5つ星コインゲット。さあ、これで封印1終わりです。さあ、残り3とね4いきます。3は犯人を使って少年サンデーコラボのステージ10をクリアしよう。スコアのお札やっていきます。さあ、犯人は中央プニ消し、そして半沢さん。
半沢さんもいいよね。そして怪盗キッド、ショータイム、スーパーフィーバー、そしてアムロトール復刻きますよ。そして羽田周吉攻撃力アップ。さあ今度はパーティーできます。さあ犯人いい感じです。犯人意外と強いよね。さあクリアしました。着々とね封印していきます。やはりセラちゃんがないと封印をね進めていかないとちょっと厳しい。さあ次はステージ24です。スコア10万100万。さあ攻撃力アップしておいて必殺技叩き込んでいきます。さあ半沢さん、半沢さんはね今回復刻はねないです。半沢さん来てほしいよね。犯人の半沢さん、週刊サンデーでね漫画で連載されていました。さあスーパーフィーバー、さあフィニッシュ。さあ行ったでしょう。さあ今回ね星集めもあるんで、まあおはじき待ちの間にねじっくりやっていきましょうか。さあ次はステージ36で30コンボ以上を達成しよう。いきます。さあ30コンボなんでねそんなに難しくはないかなと思います。さあ今回はね赤井さんがむっちゃ強いんで、まあ、セラちゃんがあれば簡単、ないと現状はね難しい。まあ言ってもねイベントまだ始まったばかりなんで、まあ、じっくりね連休楽しんでいきたいなと思います。さあこれで封印さんが終わりました。さあ次はね封印4いきます。次はですねステージ40で200万以上、スコア200万なんでちょっと難しい犬夜叉 S 使っていきます。かっこいいよね。そして200万なんでやはりスコアアップと攻撃力アップをね1体ずつは入れないとちょっとね難しいんじゃないかなと思います。まあ、あとはね適当に自分の強いアタッカーでいきましょうか。今回アムロトールとねスーパーフィーバーのキッドを使っていきます。さあスコアアップ、ブリー隊長、ブリー隊長が多分一番入手としてはね簡単なんじゃないかなと思います。そしてアムロトールタップでデカプニー。さあこれでいったかな。もう一回打つか。アムロトールタップでデカポニーはね連発できるんで非常に強いスコアタでも使えます。おそらくね来週のねスコアタがイベント限定スコアタということでかなりね激アツになると思います。さあこれでスコアの方はいきましたね。さあレベルもね上げていきます。さあ報酬受け取ります。さあこれで封印は4まで終わりました。さあこれでちょっとねだいぶ弱くなったんじゃないかなと思います。これで6までね終わっています。あとは789789はちょっとね難しい。さあ行きましょうか。赤井さん、さあこれで HP が240万まで減りました。攻撃はちょっと1400強いままということで、あと反撃があるんでダメージカット、これはね入れておこうかなと思います。あとは素早くフィーバータイムに入って、まあ、そこで何発打てるのか。封印6で240万は今までの敵よりも強いよね。200万超えなんでなかなか厳しいぞ。さあフィーバータイム入りました。まだ HP 余裕あります。さあダメか打っておいて、技ゲージ吸収は結構マイルド、粘るよね。タップでデカプニー。
さあこれで、おっと全然減った感じはない。ちょっとね攻撃力アップ先に使ってなかったんで、まあでもどうなの、いけるのか。攻略のヒントとしてはセラちゃん使えと言ってますけども、あとは封印、セラちゃん使わない場合はまあ封印をね進めていく。現状特殊能力持ちキャラがセラちゃんしかないっていうね、もう一体ぐらい用意しとくよ。さあダメージチェック、ちょっとねどれぐらい現状のキャラでダメージ240万そもそもいけんのか。このきらめきのねステージが種族的にはねまあ薄ら影なんで、まあ不気味薄ら影として、まあ仮想のね赤井さんとしていいでしょう。さあ攻撃力アップを重ね書きして超バフです。でワイルドボーイ打ちます。タップでデカプニー、そして暴走閻魔2発撃って、これでちょっとどれぐらいダメージ出るのか。100万オーバーか、109万、少ねえな。この倍プラスアルファ240万なんで、1回ずつじゃダメで2回ずつでもちょっと足りない。無理ゲーじゃねえか。